はい、ということで、第2弾イエーイ、いやー、先日1週間前くらいですかね、第1弾が投稿されて、早くも第2回目の収録ということで、ね、収録、うん、撮影ということで、ね、どうでした？あの後反響はありました？ないね。ないっすか？何もないね。ちなみに、なんか SNS とかで投稿したりとかした？なんかその、こういうの撮りました、みたいな、ね、うん。うちの社長が確か上げてくれたかもしれない。URL かなんかを。あ、ほんとに？あ、あ、あげたわ。マジで。うん。あげた？ Twitter であげた。うん。俺、散々忙しくて何もさ、SNS 最近手つけてなくてさ。うん、うん。ちょっと俺のアップ見たくないけど、レイちゃんのアップ見たいんだよ。え、これ誰だよ、そのおっさん。え、公認できんの？いや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 、それ何広げるときのやつや。え、公認広げて拡大されるの？いや、してないしてない。あの、自分の顔がアップになるのが嫌じゃん。ね、そう。あ、やだ。自分の顔を隠しつつ、ああ、見てるってことね。本当にレイちゃん、レイちゃんですか？レイちゃんだよ。あ、レイちゃんです。確認 OK です。今回は、僕は自宅から配信ということで。うん。同じく。レイちゃんどこにいるんですか？あ、自宅ですか？自宅。ちなみに自宅は公開してますか？うん、SNS。いや、特にしてない。だよね。うん。俺も今日、さ、言われるじゃん。うん。そうだね。うん。俺もなんか、今日の、さっきかな、うん、うん。に、インスタに初めてここの景色を投稿した、その、自分家です、みたいな。ああ。でももう背景がおしゃれじゃん。あ、これバンクシー。あ、それバンクシー？これバンクシーだよ。ほんとだ。いや、目悪すぎかよ。いや、目悪いよ。いや、なんかね、なんかさ、そのさ、前回さ、あの、なんか、おうち DIY みたいな。うん。その話したじゃん、そのベランダを改造したいとか。うんうん。で、あの、結局んとこう、ベランダにハンモックを買うっていう。マジ？うん、ベランダにハンモック買った。マジいらないじゃん。いや、マジで乗ったことないね。ね、いらないよ。ハンモックだよ。ハンモックだよ。めっちゃよくない？そのお昼寝タイムみたいな。雨降ったらどうするの？いや、雨降ったらどんまいだよね。なんか、テンション低くない？これ？うん。低くないでしょ。家だもんね。と、家と、じゃあ、店舗だって全然もう、変わるよ。変わる？変わるよ。いや、まあ、うん、いや、レイちゃんなんかさ、うん、そのなんか、オラオラスタイルやん、なんか。どこが？いや、俺にはめっちゃ優しいけど、なんかイメージね、レイちゃんのイメージがなんかちょっとオラオラチックな。あ、人に対して？そう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 、女の子とかさ。ああ、いや、そんなこともないよ。そんなことない。なんか元ヤン感すごいけどね。うん、それはない。ないよ。ちなみに、あの、うん、初めてしたアルバイトは？初めてしたのは、え、初めて、話したな、うん。初めてしたアルバイトは、うん、あれよ。15歳の時に、うん、あの、産業廃棄物の仕分けみたいな。そう。え、15歳 ?15 歳。15歳って働けた？大丈夫これ。え、全然大丈夫。働けた？働けた？働けた？え、なんか15歳で、中学卒業してたら、とりあえず OK みたいな。ああ、そうなんだ。ああ、そうか、そうか、そうか。うん。だから、OK、初めてのバイトはね、サイゼリヤさんだったんですよ。そこの、見た目で？そう。この見た目で。しかも待って、サイゼリヤ屋さんなんだ。サイゼリヤさんだった。あ、サイゼリヤ屋さん？サイゼリヤ屋さんか。サイゼリヤさん？サイゼリヤさんでいい。ダメだな、ちょっと、ごめん、調子悪いかもしれん。いや、そもそも、なんかその自宅で対談っていうのが、そのもう、まったりモードやん、どう考えても。いや、そうなんだよね。てか俺、ね、一回部屋の電気暗くしていいかな、これ。あ、全然どうぞどうぞ。え、なんか、キモくない？ハイボールかましてくれ。かまして。ハイボール。あんまね、
あ、ちょうどいいじゃん。皆さん、暗すぎないですか？あ、ちょうどいいね。あ、ちょうどいいじゃん、ほら。サイゼリア屋さんから、うん。何したっけん、いろいろバイトやったんだよな。うん。だから逆に、俺、コンビニとか働いたことないのよ。俺、浮かんだから、それ俺もない。コンビニが。なんか厳しいイメージじゃない？え、なんか一番楽なイメージない？いやでも、いや、わからん。仕事になんか楽とか、あれとかないかもしれないけど。うん。うん、なんか、その、やっぱ歌舞伎町だからかな。歌舞伎町のこのさ、なんかあの、店員さんとか見てると結構雑い人とかもいるわけじゃん。いる。だからなんか楽そうに見えちゃうのかもしれないけど。まあね。え、地方に呼んじゃないの？もともと昼食だった？昼食だった？パクった？え？昼食だったよね。夕食だったよ。なんかずっと大丈夫？え、一瞬ずれた。なんか、うん、新年現象みたいな起こったんかなと思った。怖いわ。Wi-Fi 繋がってる。もともと昼食だよね。うん、そう。ああ、このさ、対談、ズーム対談あるあるさ、この、話がこう、ずれるね。声があった。もともと昼食、何してたの？もともとは、うんとね、トビと、うん、あと、電気工事士と、あ、現場系なんだ。あ、もう全部現場系だね。この、イケメンがさ、その、現場で働いてんの、うん。いいよね。いや、わからんだけど、まあ、その、俺が、その、高校生の時とかに思ってたのは、うん、俺高校行ってたから、その、通信だけど。うん。で、週に2回くらい行ってたけど、うん、そのなんか、その周りの子たちはさ、なんか、なんていうの、先輩と車乗って出かけたりしてたり、うん、みたいな、ね。あったね。そうなんか、だからなんかお金持ってんのいいなぁ、みたいな。現場の人かっこいいな、みたいなあったけど。うん、楽しいっちゃ楽しいけどね。最初だけ。まあ、疲れるよな、現場って結局。うん。親父が建設業だからさ。あれよ、こっち来ちゃうとさ、うん。なんか、わかんないけどさ、うん。なんか、その地元から東京に出てきた経緯っていうのは多分人それぞれ違うじゃん。仕事を成功させようとかさ、うん、自分の人生変えようと思って、東京来た人もいるかもしんないじゃん。なんか目的があって。そういうのとなんかまたさ、うん、目的がないのとは違うからさ、経緯も違うじゃん。まあなんか、その前回さ、タワマンめっちゃ嫌いみたいなレイちゃん言ってたやん。うん、言ってた。ちタワマンだから電波悪いんだよね。じゃあ、そういうところ、そういうところ。ごめん。もうタワマンでいいことはねえ。まあ、俺はね、ちょっとね、冷房の設定を28度にしてるからね。やっぱ、エコモードで。うちも。何の話だよ、これ、マジで。いや、冷房が何度だっていう、ね。話大事ですよ。大事だよね。やっぱね。気になるじゃん。人んちは何度でつけてんだろうな、みたいな。ちなみに何度でつけてる？俺はいつも25。あー。で、フィルター掃除してないから、なんか効きが悪いな。なんか俺、サーキュレーター買ったの。うん。全然わかんない。それがめっちゃいい。これはもう代謝の話だね。いや、いいね。そんなんどうでもいいわ。一番どうでもいいわ、代謝の話とか、エアコンの温度が。やっぱ、話だとさ、健康にさ、体調管理大事だと思う。俺、あれやってるよ。何？ハンドクラップダンス。バカじゃねえの、お前。打ち込むな、マジで。本当にマジでダメだよ。俺、マジ全然怒られてんだから、俺。前回余計なこと言ってだいぶ怒られたから、マジで。だいぶカットされてたしな、あれ。ね、面白かったね。いや、それがマジのせいじゃん。ね、なんかなんていうの、こういうふうに編集しましたみたいなのを送られてきたとき、めっちゃ俺一人で笑ったもんね、自分の。いや、俺もずっと笑ってた、あれ。しかもなんか俺だったらこれ突っ込むだろうなっていうのを自分だから、その、出演してるのが、俺と同じこと言ってるみたいな、なんか、あれはやばい。友達になりそう、なれそうと思った、自分のこと。いや、なんか自分が二人いたらめちゃくちゃ売り上げ上がるんじゃねえかなみたいなのは常に思う。ああ、それはあるかも。
多分俺が担当で俺がヘルプだったら多分めちゃくちゃ強い。あ、そうそうそう。ねえ、マジ思うよね。そうなんかさ、俺もともとはさ、その昼食の話に戻るけどさ、こんなホストいないだろうっていう、うん、その前職が、うん、介護士だったのよ。はあ、うん、介護士そう、国家資格もちゃんと取って、介護福祉士っていう、そう、介護士やってたのよ。ああ、それでこんな見た目だけど。何回も言うけど、そんな見た目。こんな見た目だけど。しかも、その当時の写真がこちら。今多分画面にダーンって出てるから。今画面に出てるから。僕も編集任せで、ちょっと。その当時の写真がこちらで、ドーンって出てるから。チョコボールね。チョコボール。チョコボールね。知ってる人は知ってる。まさのチョコボールですよ。で、それは介護やった、ね、介護の仕事やってたのさ。あれ、介護やる前なんだ、ね、前。介護やる前。あれ、前。の写真やる前。あれ、17かな。あれだって車の免許ないのに車に飢えてなんかやってるみたいな感じだったんだよね。そう。そう、あの黒さで介護士やってたの？あ、ほぼあの黒さだよ、でも。今だいぶマジ白くなったね。ね、本当に今なんか電球の色が黄色だからわかんないと思うけど、めっちゃ白くなったよね、本当ね。ね。だから全女子に、うん、肌は焼いても、うん、どんだけ黒くなっても白くなるよっていうことは証明できたかな、証明できたかなっていう。介護士の仕事やってて、うん、じゃあ国家資格が必要じゃん。うん。それちゃんと勉強したの？あんね、なんか、その当時、今もあんのかな、ユーキャンみたいなので、うん、その、講座があって、うん。で、それを取って、その前にね、俺らの時代はね、介護、なんか2級とか1級とかで分かれてたのよ。今はなんか全部一緒になったらしいんだけど、それで、なんかね、それの講座を受けて、で、実務、本当に働きに行って、2週間ぐらい働いたかな。で、高校生。その話長い。ごめん、終わった終わった。あんま興味ないのに聞くなよ、マジで。いや、興味あったから聞いたね。ちょっと長いかなって思って。あったよ、マジで。本当に熱い。じゃあ、面白いエピソードないの？ないよ、お前、それ。これ、滑らない話かよ、マジで。じゃあ、介護士やってて、面白かった話。本当さ、芸人さんにさ、一発芸やってって言うのと一緒だからね、マジで。いや、なんかあるじゃん、経験してて。何も面白いことないよね。本当に。だって、言ったらさ、おじいちゃん、おばあちゃんのさ、その、お尻の、その、なんつうの拭いたりとかさ、アナル排泄。あ、じゃあ、マジで。アナルのこと言うの？そう、アナル拭いたり、そうね、ちょめちょめをね、やっぱちょめちょめの筋にもね、ああ。やっぱね、汚いものがたまるわけですよ。それ拭いたりとかしてたわけ、ね、それは女性の方。ああ、女性も男性もだね。ああ、ちょめ筋ね。そう、ちょめ筋をちょめちょめしてたりとか。おお。ああ。いい。ありあり。いや、もうやめよう、この話。俺、すごく、なんか。いや、すごく面白かった。なんか、そのさ、過去と現実がさ、今さ、なんかすごいさ、差がありすぎて。あ、じゃあ今は若い子の、ちょめ筋をちょめちょめしてんだ。そういうこと？まあね、そういうのもあるよね、やっぱ。仕事なのかな、それも。わかんないけど、俺。でも今の仕事、マジ楽しいかな。おうん、まあ、楽しいって思える仕事できるのはいいと思うね。そもそもこんなに長く続いた仕事がないからね。すぐ辞めてたし、介護士も1年8ヶ月くらいで辞めちゃったんかな。おうすごいね。たまたまね、その介護の、忘年会かな、忘年会かな、うん、で、新宿で飲み会があって、それに行ったのよ。うん。そしたら、今のうちの店長に、そのギャルルでメッセージ来て、うん、それで、体験入って行ったのよ。うんうん。
そっからがスタートだから、俺介護士やってなかったらまず新宿に来てないと思うんだよね、またこういう風に。で、あれからこうなってったっていう、なんかあれがなんか一個なんか運命的な好転するきっかけだったのかなっていう。いいね。いや、めちゃくちゃそこら辺に対してのエピソードあるよ。じゃあ、そもそも介護士を俺がやろうとしたきっかけも、俺おばあちゃんに育てられたっていうか、そのお母さんも、その、まあ、めちゃくちゃ有名なね、石川県で有名な飴屋さんの娘だし、お父さんも建設業、飴屋さん、和菓子屋さん。石川県で有名なね、風俗嬢。おい、お前マジで。やめてくれよ、お前、ほんとに。本当に、ね、のお母さん、すごいの。親のそういうの考えたくないよ、マジで。いいんだよ。なんでコンタクトもつけてない？つけてないからメガネしてんだよ。あ、そうか。やっぱイケメン。何の質問もかっこいいんだな。いや、めくるもかっこいいよ、だいぶ。いや、今自分とこう見比べてんだけどさ。うん。あ、やっぱ俺の方がかっこよかった。あ、じゃあお前、ちょっと着てみ？なんか暗くて見えないね。暗くて見えない俺。いや、髪の毛はずるいよ。ね、アートメイクしたからさ、眉毛を描かなくていいっていう。俺眉毛あるけどな。なんだね、このほくろもさ、もともとあったの3つ。いいじゃん。ないよね、未だ、なんか今更だけど、昔は可愛いみたいな思ってたけど、 いや今もいいじゃん。そんなんどうでもいいんですよ。何の話だ。介護とかもういいわ。戻るつもりはないけど、俺あの国家資格持ってるから、その、うん、なんだろう、ホストはもしかしたらね、大好きな女の子ができて、俺結婚して、うん、で昼食に戻るってなっても介護士はできるし、そうね、今みたいな家賃とか払えないけどね。いや、まあ、俺将来性あるよっていう。それは俺もあるわ。ぜひ俺を指名して。関係な、それ。ぜひ俺を指名して、水揚げしてくれたら、俺はお前のこと一生大事にするから。ああ、いいわ、そういうの。何ちょっと、1分ちょうだい。1分ね。じゃあ俺勝手に喋ってるわ。マジか。うん。まあ、まあいろいろあるよね。まあいろいろあるよね。いや、これ俺マジでカットされてなかったら俺ちょっと怒るよ。こんな、さらすぎや。いや、もうちょっとカットしてるかもしれない。いや、まあね。いや、これから考えてる人がいるかもしんないよ。何が？いや、でも俺を見て、じゃあ俺さ、これ見て、あ、俺もホストやろうかな、みたいなさ。なあ。でもそれは、マジで、その俺がさ、そのいろんなきっかけでこの業界に入ってみたいなのを考えると、やっぱり夢はもちろんあるよね。めちゃくちゃあるよね。うん、だから今ね、こうなんだろう、今の現状の仕事に満足いかないなとか、もう一回夢追いかけてえなとか、夢のためにはお金必要だな、なんかないかなとか、お酒飲むの好きだしな、女の子好きだしなとか、喋るの好きだしなとか、なんでもいいけど、多分ホストってすべての要素入ってると思うから、まあね、やりたい子がいたら、ハングオーバー、ジェントリー、体験入店とかね。ああ、そうですね。うん。